歴史の歴史や面白さを見ていく電磁博物館。本日の展示解説員はこちらの方々です。はい、ファイアープロレスリングワールド開発スタッフ田村と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。ファイプロの中ではレフェリーずっとやられてなかったですよね。えゲームの中でゲームとレフェリーやってた、ね、レスラーじゃないの。でレフェリーの方です。レフェリーの、こういう方。あれあ、はい、じゃあそのモデルが、モデルが違うでしょ。違う、小手さん、小峠さんっていうのも、小峠さんではな、オープニングでね、ヤナ、ね、ちゃんの小峠さん、どうせなら名人と並んでもらって。いや、それだとちょっとね、眩しすぎる。部屋が明るすぎる。なるほど、なるほど、なるほど。やめときましょう。はい、はい、そしてもう一方いらっしゃいますよ。はい、こんばんは。アメリカザリガニの平井でございます。違う、いつもうちの相方がお世話になってます。違う、ほんまやっと呼んでもらいましたわ。平井さん、はい、久々ですね。ほんまに平野に来てるの、ね、よく喋るな。あ、すいません、ちゃんとやります。平井さん、はい、より面白いからね。マジで、うん、それ言っちゃダメでしょ。ごめんな平井。ごめんな皆さん、改め、うん、本名は、はい、昔ファイブルを作ってたグラスホッパーマニアクチャーの須田剛一です。よろしくお願いします。はい、はい、世界的ゲームクリエイター。いや上げすぎ上げすぎ、うん、ごめんなさい。確かに上げすぎ。ありがとう。上げすぎた、ごめんごめん、うん、では早速ですが、今日の展示物を教えてください。はい、スパイクチューンソフトから、現在発売中のプレイステーション4用ソフト、ファイアプロレスリングワールドになります。おーい、ね、すごい、うん、これウーバーイートじゃないですよね、この T シャツ。ウーバーイーツ、ウーバーイートみたいな感じで。あ、本当だ。みさん、これウーバーイートの人。あ、いえ、これはですね、こっちなんですか。出前やってるんですか。そう、出前やってるのかな。出前の帰るかなと思ったら、あ、違った、作っていただいた。ちゃんとファイプロの T シャツですよ。本当だ、すごいすごい。間違えました、すいません。そういう振りがあったんだ。ね、ありました、ありました。おね、すいません、邪魔しました。はい、はい、すいません。ですね、このためですね、ちょっと待って、田村さん、どの位置で、何？あ、今から大事な話するので、ちょっと痛い。僕はそれを、確かはっきりさせてもらえないと。ですよね。そう。ただ、その大事な話を邪魔する役なんですよ。うん、ああ、なるほど。じゃあ、一回この話しなくて。ちょっと、この10秒ぐらいちょっと、一旦聞きます。本当にちゃんとした話なんで。わかりました。本当にっていつも違う、じゃないけど。はい、リーさん、お願いします。はい、はい、発売後にですね、発覚しました不具合で、現在ユーザーの皆様にですね、ご迷惑をおかけしておりまして、大変申し訳ありません。現在ですね、総監督の、松本を中心に、スタッフ全員で、対応を行っておりますので、対応でき次第ですね、パッチの配信告知を行わせていただきますので、申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください。いや、ちょっと待って、そういう話だったね。はい、以上です。台本ごめんなさい、僕台本一切見てないんで、その流れとか全然わからなくて。あ、それでちょっと暗かった。ちょっと、はい、反省の、はい、ごめんなさい。でも、これもしかもここからは元ファイブローの僕たちとしても謝っとかないと思う。あ、じゃあさ、ご参加ので、じゃあ、はい、ご参加。え、みんなで謝ってもらう。そうですね。じゃあ3人で、はい。はい、3人で。はい、皆さん申し訳ありませんでした。申し訳ありません。ファイブローね、僕らのファイブロー。後ろで、後ろで、ごめん、後ろで今、もやつも謝ってたよ。ありがとうございます。まあ、大食い、大食いでごめんなさい。大食いでごめんなさい。何が悪かったの？食べ過ぎちゃってね。あ、そうです。なるほど、そういうことが、そういうことがあっての元に戻りました。今回新作が出たわけですが、一番最初はですね、89年の6月に発売になりまして、今から29年前に。PC エンジンですね。名人覚えてますか？89年、いや覚えてますよ。これね、あるイベントでこれの告知をしてる人と一緒になって、ちゃちゃまるさんっていう人、はいはいはい、ちゃちゃまる、ちゃちゃまるパニック、ちゃちゃまるパニック VS ね、ね、まあ、丸中大冒険、大冒険、うん、もうなんかプロレスラーが本当のプロレスのソフトを宣伝してるんだなみたいな感じで、ね、どういうこと？でかい人なんですよ。髪の毛長くて、で、あの後ですかね、本当にプロレスラーになったのは。そうですね。ね、アマチュア団体をやって、ね、はい、はい、実際にリング上で試合をしてらっしゃいました。うんうん、プロレスじゃお好きなんですね。ね。うん、だどっちが好きね、好きだからゲームを作ったのか、ゲームがこう好きでプロレスラーになったのかは分かんないけど。分かんないですけどね。そこら辺分かります？いや、もともとプロレスが好きだったの。まあそれもあるでしょうね。そう
ただ僕丸が被ってたんで、はい、ちょっとなんか鬱陶しいなと思ってました。ちゃちゃ丸と千代丸ですよ。確かにそうですよ、めっちゃ近いじゃないですか、うんうん、それ向こう先輩だしね、大先輩です、ね、そう。でもあなたとの先輩後輩関係はちょっとね、本当これ決着つけなきゃ。ちゃんと本当ね、絶対俺は1月10日入社。いやあのね、2ヶ月の差でずっと先輩風吹く、もう先輩風吹かされ続け20年みたいな世界なんですよ。だから大会系はほら変わらないからさ、俺ら2ヶ月で。そうだって腕相撲とかしても須田さんの方が強そうですし、やっぱ、いや腕相撲関係ないよ先輩後輩。関係ある。まあまあでも、まあ、その2ヶ月の差でね、そうそうそう、一応まあ今でも先輩としてね、こうまあまあまあ今日もそれでいきますよ、ね、今日もお願いします。いやもうこちらいいですか、いいですかね、対戦して何かですか。あもう、ね、もう分かりました、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします、はい、ではまずはこの、はい、これまでのシリーズの年表を振り返っていきましょう、うん、嬉しいね。これもまず89年6月、はい、初代ですねこれ。初代ね、はい、ね、うん、90年任天堂さんから出たんですよねこれね、ゲームボーイ、ゲームボーイ発売翌年ですね、はい、PC エンジン2作目、はい、いやスーパーファミコンの発売から2年目、そうですそうです、ね、この辺からそれぐらい一緒か。コリーさんがリーさんデビュー作、はい、そうですね、そうなんですね、初めて、これ僕のデビュー作、あ違うわ嘘です、嘘、嘘、すみません、ここで嘘ついてどうするっていうか、間違えました、これ3、3の3、これ3、僕ですね、こっちから、はい、あれ、シクラさんはどこで、え、同じです、そう、3からね、同じなんですね、スーファミの3から、うん、だからもう先輩、あ、じゃあ3からは3人ですよ、ああ、なブレイジングトルネードも出てんじゃん、スペシャルで、ブレイジング、ブレイジングトルネードも、俺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 、全部俺、全曲俺、クイーンズスペシャル、全曲俺、あ、そうなんだ、お、それの移植、はいはい、これも俺、俺、俺俺全部全部俺俺俺俺俺俺大きい人は勝っちゃうよ。そうカメラさんもアピールして。アイアンスラムこれはあのあんまりできない、はい、この辺ももう全部これ、これカメラさんもやってる、はい、G ね、これも G、 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 G、
まずね、全員スーツなんですよ。そう、途中からスーツになった。途中からなんだ。途中から。僕は入社した時は私服だったんですよ。そうなんですか。僕がで、ほらだからこういうところでどっちが先輩かが分かんなくなってくるんですよ。志倉君は私服時代あるの？私服一瞬私服。マジで？そうですよ。あ、じゃあ。いや俺後輩かもしんない。だからあのほら俺最初からスーツだもん。あのほら竹の生えてたあっちのね、あっちで、あの途中からスーツになったんですよ。で銀行対応がなんだっつって、 あのファミリーがなんか言い始めて、あらほら後輩かもしんない。やばい先輩だ。ほらやばい、敬語使わなきゃ今日から。後でちょっと話つけるぞ。あれ私服時代知らない、マジで。私服時代ありました。ありました。でスーツになったりね。開発もスーツだったんですか。全員です、全員です。ある時も境に全員スーツでやってること。でその後
あの引っ越したんですけど、その引っ越したビルは、うん、あんまりつまんないビルの普通のビルだった。そうそうそう、その前は結構トリッキーな建物だったんですよね、はいはいはい、楽しかった。そう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 、でもお昼で食べるものっつったらもうね、あの焼肉屋、あそうそうそう、安楽亭暮らし、安楽亭暮らしあってね、安楽亭週3ぐらいね、週3ない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 、ほんとなくてないの。駅前まで結構遠いんだよね。遠い遠い遠い、そうなんですよ。そうそうそう、でも楽しかった、楽しかった、本当に。なんだろうな、変な人もいっぱいいたし、いっぱいいましたね、いっぱいいた、本当、まあ、変な、あの例えば河野一二三とか、うん、絶対変じゃん。うん、確かにね、うん、絶対変、うん、そう、うん、あとデコトラのね、ああいつ、ほら、あいつほらね、あのほら、うん、ダメだよ、名前忘れちゃいいよ、二人とも忘れてなんだっけ、やばいとか、そう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 、もうん、細渕くんだ。あ、細渕ね。そう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 。細渕くんはあのほら、ファミ通で最低点取った、はいはいはい、あの記録持ってるんですよ。ああ。大学時代に。そう。3-2-1だから。2ってね、つかないじゃないですか。つかない、そうそうそう。ね。1もついたんじゃなかったっけな。いや、1はね、確かついてなかったと思うんですよ。そうそうそう。三日村の人三日村は、そうそうそう、河野さんね。まあ、その音楽を昔厳しかったメールだと分かってるコメント、あの三日村少女探偵なんだよね。あ、全部ね、うん、全然ファイプロの話は関係ないです。関係ない、ファイプロの話しましょう。いや、戻りますか、はい、なぜタイトルにファイヤーだったのかっていうのがありますけど、なんでファイヤー、それ増田さんが決めた。そう、多分増田さん、ね、そうですね、うん、ちょっと増田さんがファンの頃ぐらいになると、ちょっと僕ら全員、うん、そうそうそう、あのまだ多分ね、増田さんもともとそのプログラムになる前に消防士かなんかやってて、でそれで転職して、あのそこやっぱファイヤーっていうのに思い出あって違うでしょ、ないかなと、あ、ないかなっていう、僕は想像してるんですけど、あのそのとファイヤーメンっていうゲームも出した、出た出た、9枚本当にファイヤーメンファイヤーメンっていうゲームを出しちゃって、それで増田さん全く関わってないけど、そうそうそう関わってないけど増田さんの一言でタイトル決まったんじゃない、やっぱりね、ヒューマン的にファイヤー推しだったってことです。そうです、そうだね、まあとにかく熱い会社でしたからね、スーパーフォーメーションさんもそうだしね、あのミトリ君とかもね、ミトリ君懐かしい、懐かしいっすね、まあ、いろいろ、あのサッカー部があったり野球部があったりね、楽しかった、あ、いろんな部活があったんですね、全然入ってない、まあ、その話はまた今度後日していただくので、あのミトリがね、ボールの下離さない、サッカー好きだからね、カメラさん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 、はい、ちょっとドリブルしたんですよ、お二人マイクを振っといてくれよ、カメラさんお願いします、ちゃんとファイブを、ファイプロ完全復活とさせていただいております。次お願いしますよ、はい、大きく4つの要素があります、はい、全てがエディットできますというのと、オンラインマッチ、あと、レスラーとかのですね、作ったデータをユーザーさん同士で、共有できます、あとは、新日本プロレスとですね、熱いコラボをさせていただいております。爆発コラボ、爆発コラボ、激アツではないんですね、そうですね、爆ですね、爆発なのね、はい、次お願いします。あ、はい、ちょっとプロレスの全てがここにあるということで、いろんなですね、外見とか技、まあ、他にもベルトとかですね、あのエディットできますし、総合もちゃんとありますよね、そうですね、いろんなルールで戦わせることができます、はい、次お願いします。で、今度はオンラインモードというのがありますので、ネットを通じて、他のプレイヤーと戦うことができます。次お願いします。で、世界中のエディットデータが共有ということで、作ったレスラーを、サーバーに上げるとですね、うん、あの他のユーザーさんから、まあ、閲覧できると、落としてきて遊ぶことができる、戦うことができるというものになっております。なるほど、ね、はい、次お願いします。4万体以上、あ、そうですね、はい、で、新日本プロレスとの、うん、コラボというところで、今回ですね、あのストーリーモードのために、実際のレスラーの方にもあの写真を撮り下ろしさせていただいたりとか、はい、で、あとあの試合中のキャラクターの、 あのレスラーのためにですね、うん、あの声の方も、注目させていただいて、まあ、ファイプロファンでなくてもですね、あの新日本プロレス大好きな方にも、うん、楽しめる内容、新日って言ったらあの武士労働の、そうですね、あ、そうです、はい、そうです、うん、なるほどね、木田にありがとう、どういう関係性なんですか、木田社長、木田に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 社長、木田にさん、あ、木田にさんね、あれ、木田に、木田にさん、木田にさん、あの、木田にっていう人いるんですけど、木田になって濁りますね、濁るんですね、いや、木田にには本当感謝だね、呼び捨て、呼び捨て、本当、これを作ってくれたからね、絶対に見ないから、この番組大丈夫、絶対に見ない、シンガポールにいるかな、今、シンガポール、今、日本に、あ、日本にいらっしゃる、あ、日本に入ってきてるんじゃない、あ、そうだ、見てられてないよ、
でもね、本当木谷さんもプロレス本当に好きで、あんだけね盛り上げてくれてる、そう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 、あの貢献、あの本当に熱量すごいですよね。だからプロレス人気はここまでね、うん、大きくなったからこそファイブローが復活したっていうことですよ。復活したファイブロー、早速プレイしてまいりましょう、はい、うん、まずはお二人に対戦していただきます、はいはい、もういいんですね、言っちゃって。もうでも厳しくあれですよ、はい、いきますよ、厳しくコメントもお願いしますよ。だって赤が誰ですか。だってもうスパチュンさん、スパチュンさん今日だっていないでしょ、ここいないですよ。スパチュンいないじゃん、何でも言えるよ。須田さん誰を選びますか。僕はね、やっぱカズチカ。あ、カズチカ、わかる。私もカズチカ、はい、カズチカ行きました、ね、はい。そしてあ、やっぱりね、タイムリーなところで対決、はい、おー、はい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 、もう当時僕らが作ってた頃にはいなかった。いなかったです。本当だ。でレレ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 はかからないってことだよ。あの曲ね。あれそう、あれ良かった。ね。あれいい曲だったね。本当山崎まさみちが唯一作ったもう、うん、あもうやつのもう一番のもうピークですよ。そっかそっか。あの時ね。ロードはね。何が？なんか喋ってくださいロード。ロード中？ロード中はい。入場から来た。あー、やっぱ派手になってんな。よいしょ。いや須田さんじゃなくて、そう、時間がね、時間がない。須田何でしたっけ、これそうミニスティックで、ミニスティックでパフォーマンスします。パフォーマンスします。来た、連盟か。どうやって入るんでしたっけ、うん、なるほどね、リングに入れないレスラーね。まだね、遊んでないんですよ。よっしゃ、OK。あー、なるほど、やっぱ武士もとか、スポンサー入っちゃう。そう、入ってますもんね。その辺もでも、ね、でも実際リアルですからね、そうね。吉野家も入ってるし。うん、おー、来たよ。来たよ。よし。あれ、うん、音楽もそのままです？そうですね、あの、全員ではないんですけども、あの、権利をあの許された。レスラーの方のテーマ曲は実際の曲が入ってます。なるほど。愛してるぜ。愛してますか。はい。よっしゃ。愛してます。よし。はい、最初から僕レインメーカーで決めますから。はい、レインメーカーしか狙わない。あれだ。そっか。ゲージとかないんですね。はい、あれこれ相手が弱ったとかっていうのは。感覚で見るしかないですか。まさにそうです、ね、見た目ルックですよ、はい、ルック。そうそうそう、試合展開を見てもらって、はい、はい、試合は10分1本勝負です。あ、やばいやばい、トレンダーモード。これだ、腰落としじゃなく組タイミングですよね。そうそうそう、昔と違ってね。そうそうそう、スペシャルからこれ導入したんです、うん、そうですね。例えばなんかマウント入力しなきゃいけないみたいなこと。いやー、腰落としはね、結構ね、面白かったからな。発明だった。これ、技の入力ってどうやるんですか。これは全部、ほとんど全部のボタンに対応しますかね。そうですね、ですね、はい、小中大とあるので、はい、大が丸、うん、そうですね。レイメーカー、あと、ツンブストンがわざと相手側が受け身で技を受けられるよ。だって最初から大技狙っちゃダメなんですよ、このゲーム。うん、あ、痛い。コツ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 削っていって、そして試合を組み立ってて、やばい。タイミングよくボタンを押すと技が出るんですよ。そう。組んだ瞬間ですよ。そう。それがね、すごいシビアなのよ。そう、ファイブロフレームって言うんですよ。で、そう。で、焦ってくるとね、そのタイミングがだんだん分かんなくなっちゃう。間違えた。いけ。ね、初めて、今の。焦れば焦るほどね、早く押しちゃうね。何か抱きがあるし、膝が…やばい、痛いって。そろそろレインメーカーかな。いきなり大技が返される確率が高い。やってるとタイミング分かってくるようになるの。あ、待てやばい。やばい、ツームソンだった。最初にあんまり大技を狙いすぎるとですね、あえて返されてしまう。大技から組み立てて、だんだん大技を出して、いやー、左の右。今年は棚橋の年だな。主演映画があるんですか。今年の公開、僕のパパはプロレスラーっていう。おー、合ってましたかね。パパは悪者チャンピオン。違うんじゃない。全然違いますね、はい、あの適当な情報やめてもらっていいですか。すいません。ボタンや表示操作多いから結構慣れるのに時間かかるけど、リクエストが欲しいですね。来た。おおー、
絶対自分も疲れるよね。で、一個あれね、思うんだよね。さあ、残り5分です。まあ、やばい、間違えた。そう、お父さんのバックドロップ。そうだ。すごい、ハイプロファン。プロファン、みんな見てますか。体ボロボロやから。え、なんか超大技みたい。超大技。超大技いきますよ。ああ、やばい。よし。これで運命か。運命かどれだ。もう半々してる。運命か何？運命か。バックか。バックから？ですね。はい。バック回して。おわが見せてくれよ。ちょっと待って。あ、やばいやばいやばい。これだ。渋い。渋い。どうぞ終わりかな。やばいやばい。今ゲーム内で7分ですね。やばいやばい。ね。ああドラゴンだ。まだ弱ってないなって。やばいやばい。ああやばいやばい。やばいやばいやばい。いいしゃいいしゃ。レメかレメか。レメかこれじゃない。ゲーム内ボイスはね本人ですよ。さっき言ったけど。レメかじゃない。決まったから決まったから。ホールです。ハーハーしてる。うん。そろそろやった。よし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 。そろそろ泡。あやばい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 。泡吹いてきた今。あ違う違う違う。ラリアットラリアット。ラリアットどうやったの？起きろー。単純なラリアット入ってないと思います。入ってないですね。レインメーカーじゃなかったんです。よく分かった下だ。違う下じゃない。あ。あお。やばいんじゃない？やばいやばい。一応このモードは10分1本勝負のモードでやってます。おお。うわ。お？ああ危ない。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。ちょっと。さあ残り1分。よし。ゲーム内時間はリアルの倍らしいので。これ切ったらダサいな。あと40秒だから20秒ほどですね。さあ、決着つくかな。ちょっとレフリー邪魔だよ。よっしゃ、そっとんだ。残り10秒。ファイプロでね、いろんな、もう多くの友達をなくしたな、俺この時。あ、時間切れになっちゃいました。残念。かわいいお尻がこちら側に向いてますね。いい試合でした。いやなんかすっげー雰囲気いいっすよね。いや、やっぱね、進化してますね。いやでもコマンド入力しなくていいって聞くと、ちょっとやってみたくなりますよね。タイミングだけでいいタイミングでいいんですよね。そうなんですね。他のアクションゲームと全然違うんですよ、そこが。そう。でもだから、焦ったらダメってことなんですね。焦れば焦るほど、そのタイミングがね、ガンのタイミングが分かんなくなるの。コメントに、レフェリーは使えないんですかって。どういうこと？使えないでしょ？使えたことないです。試合中に乱入させるってこと？レフェリーを。違うよね。そうですね。一応、アイディアとして、実装されてないんですけど、レフェリーを操作できるモードを作りたいねっていう話を、松本の方がちょっと。昔、悪役レフェリーがいて、あれをやりたいっていうのをね、悪さしてワン、ツーってこう、スリー入れてやんないみたいなことを、ユーザーができると面白いよねという話で、ちょっと開発初期にアイディアとして上がってたところがあったんですけど、まだ実現できてないです。まあ実現すると何かとちょっとねありそうですよね。試合が終わらないとかね。あ、そうですね。ゲームとしてね。確かに。そっか。何したっけレフェリーの。阿部シロウですね。阿部シロウ。そうそうそう。女子プロでね。そうそうそう。女子プロね。良かったですね。はい。ファイプロ女子もあれ発売しましたよね。しましたよ。しましたよ。女子さっき全世代連覇だったね。ありましたよね。見に行ったもんな、そのために。ああ、東京ドームとか。はい。なんか行った行った。会社ね、チケットいっぱいもらって。そう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 。屋根のすぐ近くのすごい席もらいました。そう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 。めちゃくちゃいいところでね。で実際ねリングにダーンって叩きつける音をねリングで撮っても大してリングの音に聞こえないんですよ。あ、そうなんですね。で仕方なく井の頭公園の椅子があるんですけど、それをバーンって叩いたらそれがめちゃめちゃいい音なんです。すごい当たり前じゃないですか。ファミコン版はもうだから井の頭公園の
あの椅子ですよ。そうだったんですね。あのプラスチックの音がね、すげえいい音してたんですよ。そう、昔そうやって音、ね、作ってたよね。もうツールがないんで、デジタルツールが。そう、マイクもですよね。そうそうそう、そうやってましたね。本当に音職人だったんですね。そしてこのゲームの大きな魅力の一つである、自分で思い通りのレスラーが制作できると先ほど伺いましたけれども、はいはい、せっかくなのでその魅力を伝えるためにも、当番組スタッフが制作したレスラーをベースに須田さんに演出していただきます。はい、いいですね、はい。はい、じゃあ僕の方ではこのサイバーアキラという、はい、サイバーアキラ、はい、うん、お、いいじゃないですか、サイバーアキラ。いろいろいじれるんですね。そうなんですよ。あ、声まで。今ね、もともとオリジナルでも作ってあるんです。これもともとあのファイプロでサイバーアキラというキャラクターがいまして、はい、はい、それを多分作ってもらったと思うんですけども、うんうんうん、ちょっと違うんだよね。はい、今日これ作ってエディットしたのアップすれば皆さんダウンロードできるってことですよね。できるんですかね。はい、そうですね、できますね。いやでも桜井ちゃんも桜井ちゃんだよねこれ。え、何ですか。え、桜井社長。そうだって、なんで曲楽曲俺に依頼しないのって聞いてんのね。立ち何何これ一人ごと言ってんじゃねえの。ごめんねちょっとね。なんでスパチューンは、うん、あの、うん、こんな近くにいる僕にね、うんうん、楽曲を振らないのかと。本当だよ、おかしいでしょ。おかしいよ、あの人おかしいんですよ。確かに、ね、知らないんじゃないかな、宿田君。いや知ってるわ。知ってる。本当に。あの、なんなら今日も会ってる。あ、そっか、うん、デコトラのイメージが強いんだから、シクラのイコールでデコトラみたいな。デコトラ確かに来るんだよ。そうそう、デコトラ来るでしょ。でもデコトラ多分作る気ないもんな、桜井君な。そうなの。桜井君どうせ見てねえしもう、はい、絶対見てる、絶対見てる。画面の右って選んだ技をね、やってくれてるんですね。そうですね、はい、まあ、下に相性っていうのありますけど、これ何ですか、はい、相性 C とか D とか B とか相性そうですね。これはあのレスラーにスタイルというものがありまして、ほうほう、はい、パワー系だったらパワー系、飛び技が得意な人だったら飛び技が得意な、ジュニアとかっていうスタイルがあるんですけど、はいはい、まあ、そのスタイルと、相性のいい技が、あるとですね、はい、スープレックス系はスタミナがあの減らないんですね、あんまり。これハーフハッチとか相性の悪い技をつけちゃうと、ハーフハッチがないんですよね。ハーフハッチが全然ない。すみません、はい、相性的には A が一番いいんですよね。サイダーキラーの、はい、あの12種類のスープレックスはどこにあるんですかね。どこにも見つからないです。あ、ってスープレックス、ここにハーフハッチがない。ハーフハッチ、すみません、何度か作ろうとしたんですけど落選して、残念ですね。ダブルリストにしましょう。はい、できました。できました。はい、でこれでどうすればいいんでしょうか。じゃ一度上書きセーブですね。はい、はい、上書きして、はい、コントローラーを一度スタッフさんにお返し、ね、お返しして、お返しして、お返しせずに、お返しします。お返しする、はい、お願いします。はい、いやー、ここに今日は山崎まさみちもやりたかったな。山崎さんね、あれ尺が大変。もうだから5プロだけの番組、あ、そうだね、やりたいですね。ありがとうございます。桜井さんに代わって俺を僕の方からお願いします。何ですか、桜井さん。本当にもうね、本当に、うん、桜井さん次第だよ。そうそうそう、本当に本当ですよ。見てないだろうけど見たいですねとコメントも来てますよ。桜井さんツイッターやってる、はい、ツイッターやってるよね。どう、みんなをちょっと言ってよ、桜井さん。そうそう、桜井さん多分今美味しいもの食べてると思う。すごい美味しいもの。そう、あの人すぐ美味しいもの食うの。美味しい。なんかあのファイプロの話しましょう。ファイプロの話。そうだ、いやいや、でもスパイクチューンソフトの社長だからさ。そう言っとくところ、この会社のね、本当に特集番組とか。そうそうそう、あ、なるほどなるほど、できるかもしれないじゃん。桜井さんはヒューマンを救ってくれたんですよ。ヒューマンってヒューマンで潰れちゃったんですよね。そうです、本当にファイヤーしちゃって、で、まあ、その後にスパイクさんが、当時最初スパイクって名前じゃなかったんですよね。バイル最初水木じゃなかったでしたっけ。いやいや、何、いろんな名前がバイルバイルでしたっけ、はい、バイルからスパイクだ。その後もう一個挟んだよね、なんかね、もう一個なんかあったな。あったあった。そう、そっからのスパイクさんなんですね。そうですね、そう、うん、そうなんですよ。懐かしいな。そうだから、桜井さんがあるからこそヒューマンのこう IP が今も生き残っているんですよ。そっか、さっきコメントで年表を見てた時にこの時もうヒューマンじゃないねってコメントあったの。そういうことなんですか。そういうことなんですか。途中から、そうか、変わってたんですね。これはいいです、夢の対決じゃないですか。え、何、ね、どういうこと。
あ、ゲーム画面、ね、ゲーム画面行きましょうか。行きます、はい、今回は CPU と先ほど作っていただいたサイバーキラーで、はい、CPU どうすればいいですか。はい、今大丈夫ですか。 D さん使って大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、CPU、はい、棚橋さん、はい、はい、とサイバーキラー、これどうですか。よし、はい、行きましょう、見ましょう。戦うのね。あ、CP 同士じゃなくて。CP 同士じゃないの。違いますよ。ちょっと待って。今相手が 2P だったのを変えただけです。マジですか。負けらんない、負けらんない。ハイプロ特集になったらキラニさんも呼びたいな。絶対来てくれるから。プロですね。あ、また入場から。公式なんで。ね、絶対来てくれる。キラニさん。飛ばした。俺が飛ばしたのかな。キラニさん。それ楽しいな、その番組。はい、はい、ちょっと違い見せてください。ちょっといいとこ見せてくださいよ、兄さん。モーションフレームが多いって言われてますけどね。ボコボコにしますよ、ボコボコに。ボコボコにしやる。先輩、いいとこ見せてくださいよ。ああ、吸収されちゃった。うん、痛い。おお、さすが兄さん。オッケーなのか、膝って。いったれ。あれ、ボタンどれ、ボタンどれ。膝も肘も OK ですよ。マジで、うん、ダメなのパンチとか筋肉とか急所攻撃とか顔面殴ったりとかってのがね、はい、いや痛い、いや顔面だって、えぇ、ー、ダンシャリン入ってる。ダンシャリンどうやってますか。ダンシャリンさっきのどこに配置したかじゃないですか。わかんない、わかんない、わかんない、同情し、え、配置したの自分だよね。え、みんな覚えてる。今の兄さん、今のこれかな。あれ、それはなんか違う。違う、技違います。あと、なんかなんだ今の。あ、来た。あ、大車輪だ。秒殺。四角パスでしょって。そうだ。そう。逆だった。そう。同情し難しいよ、Dさん。多分ニュートラル丸かなんかじゃないですか。マジですか。ニュートラル丸。あ、くるって。ないない、これローキーか、ミドル方向入れて丸とニュートラル方向DDT。 うわ、どうしよう、しらあの飛びつき前方回転膝の十字が出てた。全然向こう飛んでこない。そう、うん、自分で飛んで自分でスタミナが。おーい、入った、おーい、差し入った。これですよ、これ。これで藤波辰巳が大流血しちゃった。来た、これやばい。お、いやでも全然タイミング、お、あ、外に出して、飛べ、飛べ、いや間に合わない、飛ばない、飛ばない。いいんですか、そのコメディアンですが、ね、確かにイメージがね、はい、うわー、すんだ、いてて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 、うわ、すげえ、勝ちたい。来た。おお。フジツベリー？そうですね。うわ、なんだ。ドラゴンスープレックス出せ。ドラゴンスープレックス。後ろ回れない、後ろ回れない。お、うわ。え？なんでこれ？なんでこれ？ダブラム。ダブラム。取られた。キャプチュールは？痛い。キャプチュールは多分フリー大技で多分。これじゃない、これじゃない。ここはこれですね。丸ですね。丸でニュートラルか。おお、上下使ってきた。やばい。危ないですね。もう。よし。まだ入らん。あ、惜しい。空振り。惜しいね。入った。入った。キャプチュール決めたい。ニュートラルだ。リーさん分かった。ニュートラル。来た。違うな、裏投げ。よし、裏投げ連発。うわ、お、違うな、どこのキャプチュール。同情せず四角と罰。違う、来た。渋い。あ、痛いよ。膝固め。絵的には渋いけど決まってるよ、これ結構。渋い渋いって。塩は危ないです。これも10分一本勝負ですか。本日的に、はい、あと2ゲーム内2分ですね。リアル1分です。
強いな、棚橋やるな。強いですよ。いや、棚橋は強い。うわー、受けられた。G1 優勝してます。そうか、今年 G1 優勝したんですね。しかもね、もうじき映画が。ダイナマイトキックだせ。ダイナマイトキック。じゃあ違います。違う。なんか僕が宣伝しまくってるよし、決める。ダメだ。サーブ1分です。強い。ダイナマイトキック選手ですね。うん、そうですよ、名レスラーです。来るか。やったー、決まった。 R2 です。 R2、 R2。 どうした、決めつけるかな。時間ないよ。ギブアップ、ギブアップ。うっそー。あー、やばい。ハルツー。お、なんだ、ハルツー終了ー。惜しい。なんちゅう終わり方してる。大好きだみたいな。逃がさない。すいません、勝てませんでした。いやいやいや、でも名試合、名試合でしたね。名試合でしたよ、本当に。いろいろ技見れて楽しかったですね。面白いね。それではここから最新情報の方お願いします。はい、ファイアプロレスリングワールドプレイステーションコモバンということで、5800円と、税金ということで、現在発売中になっております。はい、で次お願いします。新日本プロレスプレミアムエディションというのを出しております。こちら税別9800円、限定1万本となっております。いいですね。もうちょっとだけ残ってると思いますので、欲しい方ぜひお願いします。またいいですね。そうですね、タオルもいいけど、あのフィギュア4体のあの金消し感がまたいいですね。そう金消し。次お願いします。次、次お願いします。はい、こちらですね、あの DLC 今後、出していきます。でそちらを含めた、シーズンパスと、本体を含めた、デラックスエディションというのが、販売しております。はい、次お願いします。以上、あ、以上ですね。なるほど、ね、初めてでもすごい楽しめそうでした ね、うん、タイミングがね、簡単ですよね。そうですね、とてもシンプルですね。見てると、はい、同時押しだったり、でもまるで大技出たりするんですよね。そうですね、もうとにかくね、はい、タイミングなの。タイミングと方向と、はい、そこはずっとだからシリーズを通じて変わってないところで、そう、それを、ね、難しいコマンドとか一切ないんで。そうタイミングだって言われてすごい、ね、だから本当にシビアなのよ、それが。そうなの。じゃあお互いあのガシって掴むのも下手したら掴まれちゃうかもしれないってことですか。そうそうそう、タイミング合わないと。そこが心理戦なんですよね。そうだったんですね。はい、面白かったです。ありがとうございました。いやでも桜井さんがねこうやってちゃんとファイプロを未だに、ね、そう大事にしてくれてる、ね、大事にしてくれてるっていうのは嬉しいことですね。ゴー、してくれましたからね。松本ディレクターが何回も持ってたんですよね。そうですね、はい、もう2年間か3年間断られ続けて。そうなんだ。いやもう本当に話が尽きない感じで。やっぱり桜井さんもそうだね。そうそう、でもやっぱプロレス人気がぜひ特番お願いします。はい、なるほど、プロレス人気に。そうだったらいいかなって桜井さんもなった。話が終わらないですが、桜井ちゃん、番組を見ている皆さんにメッセージをいただいてもよろしいですか。須田さんから。はい、はい、僕はですね、今回応援団長ということでファイプロの、やらせてもらってます。いやファイプロ本当よく来てくれましたよ、ね、本当にファイプロレジェンド、ファイプロレジェンドがね、ここに3人いるわけですよ、すごい。ストーリーモード復活してほしい。チャンピオンモード、いやいや、それはちょっと小中さん差し置いて。何昔僕あのストーリーモードを書いたんですよ、はい、それなんか復活してほしいって言われちゃって、どうしようかな。でもしかも一緒に書こうよ。やります、ね、あら、やりますよ。俺あのチャンピオンロードの続編書くから、しかも科学プロレスもさ。なるほど、科学プロレス。どういうこと。科学、まあ、もちろん、ね、どういうこと。ロボット対戦、毒切りの中身だって科学的にね、何の成分でできてるかって、ね、そう調合して、そうやりたいですもんね。やりたいでしょ、ちゃんとね、設定作って。いや、あの毒切りね、食らった後に、あのもう連続でやられてる時の、もうぐしゃぐしゃのあれがもう
ムカついてね、あれでもう何人の友達なくしたことがそれぐらい本当に熱いゲームだった。そうそうそう、やってた口だね。やってた、やってたもん。はい、じゃあそういうことでいいんですか。はい、ということで、はい、わかりました。はい、そしてじゃあ、お願いします。はい、はい、まあ、今現在ですね、不具合とちょっと、問題が起きておりますけれども、うん、そちら対応してですね、今後も末永く、遊んでいけるゲームにしていきたいと、スタッフ一同頑張っておりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。はい、そして須田さんからもお知らせがあるので。そうですね、いろいろありましてですね、うん、なんかパワーポイント出るんですかね、うん、ありがとうございます。はい、今年いろいろゲームを作ってまして、シルバー2425というのがですね、今年の3月に発売されました。もう発売中です、これ。そうだ。はい、で次に行きまして、今開発中なんですけども、スイッチの新作ゲーム、ノーマーヒーローズシリーズなんですけども、うん、新しいナンバリングでトラビスストライクスアゲイン、うん、これ今年、多分今年発売します。うん、はい、うん、そして昔作りましたカプコンさん、パブリッシュで作ったですね、キラーセブンがチームで復活します。小林さん見てる。ああ、小林さんね、そうですよ、小林さん見てる。はい、ベタ移植です、これは。はい、うん、いや、これもベタ移植でも嬉しいでしょう。だってね、まだプレイしたことない人だってね、世代的に絶対いますからね、若い子たちはね。これ出た時すごい衝撃だったもん、本当に。未だにファンが世界中にいるんで、もしかして須田天才なんじゃねえかってこの時は思っちゃいましたからね、僕も。この時は？この時は？あれ？過去形？先輩すいませんでした。俺が後輩だかもしれない。いやいやいや、なんか、いやでもね、本当にこれね、すごい話題になったんですよ。これが発表された時、本当ツイッター上もすごい話題になったぐらいの作品ですよ。あ、そうですね。うん、そう、日本でトレンド入りしたんですよ、これ。そう、プリキュア、日曜の朝方なんですけど、プリキュアを抑えて、キラーセブンがトレンド入りした。いや、キラーセブンって書いてる全てのツイートをこの人が RT 仕上がりやがって、はい、それのせいなんですけど、迷惑だって僕はもう、そうそうそう、はっきり言ってやりましたけどね。そうそう、朝方ね、そう、迷惑かけたんだけど。でも、確かに世界中で本当話題になりましたね。そうなんですね、ありがとうございます、はい、なるほど、この宣伝があったから来てくれたのね。そういうのもあるかな。うん、そしたらパイプライト、パイプライがあるから、その両方あるからね。そうです、そうです、そうです。はい、次行きましょう。次まだあります。まだあんの。僕の方がちょっとお恥ずかしいんですけど出まして、ピアさんから僕の完全読本、公式完全読本みたいなのが出ました。これ近くにコメント出してくれたっけ。あれ出した気がする。そうだよね、ありがとうございます。あ、買ったよって。ありがとうございます。そうなんですよ、これ何が書いてあるんですか。これなんか俺のいろいろゲーム作ってきたゲームを語る本、うんうん、そうそうそう、ヒューマン時代から、まさにヒューマン時代とグラスホッパーも全部入ってるので、うん、ビデオゲームで作ってきた歴史みたいなものを、はいはい、まあ、特集してもらって。死んだろうな。なるほどね、はい、あれ須田さんだ。そうです、はい、僕あれトラビスです。はい、あ、で僕もですね、ニコ生やってまして、月1連載、はい、ファミ通の連載やってます。来週月曜日なんですけども、うん、はい、皆さん見てください、ぜひ。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。いやね、今回だけではいろいろね、ファイプロの魅力聞ききれなかったので、本当にね、ここがファイプロ特集やりましょうよ。よろしくお願いします。桜井さん呼んで、木谷さん呼んで、いいですね、いろんなお話伺いたい、裏話もね、山崎さんも呼んで、もう山崎さんも呼んで、呼べる人全員呼びましょう。チャチャムルさんいいです。はい、チャチャムルさんいいです。パニック起こっちゃう。確かにね。当日の展示物はファイヤープロレスリングワールドでした。展示解説員はこちらの2人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。目指せ大冒険。